はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、こんにちは。というわけで、スニーカー YouTuber としてね、やってきまして、もう何年でしょうかね。もう 8年ぐらいになるのかな？わかんない、忘れちゃったけど、8年だか9年ぐらいやってるんですよ、私。実はですね、しかも始めたのがね、最近気づいたんですけど、ガバリさんがなんか何周年みたいな動画を上げてて、そういや、俺は、何日に始めたんだろうと調べたらですね、11月29日でした。はい、いい肉の日に始めてます。はい。というわけで、いい肉の日から始まりました。このチャンネルで初めての企画をやらせていただこうと思っております。はい。ですね、もう誰も見てなくていいです。誰も見てなくていい企画をやります。はい。ですね、昨日ですね、まあもう皆さんね、ご存知だと思いますけど、ザ・マッチというですね、格闘技の大会がありましたね、ザ・マッチ。あ、どうもどうも、イモさんも。お疲れ様です。今日ちょっとテレワークだったんで、髪もセットしてないし、寝癖も直さずにそのまま帽子をかぶっただけの髪型で、失礼しておりますが。ですね、やってましたと、東京ドームでね。それを、私、現地で見ておりましたと。いやー、最高でした。本当に素晴らしい大会でしたね。僕はもう本当、格闘技めちゃくちゃ好きで、まあ、元をたどれば、兄貴と一緒に見ていた、U インター、全日本プロレス、あと、まあ、リングス、パンクラスから、こう、始まってるんですね。で、僕はこう、兄貴はそんなに新日本好きじゃなかったんですけど、僕は新日本プロレス当時の蝶野正洋だったり、武藤敬司、橋本真也ね、闘魂三銃士時代の新日本プロレスにドハマりしまして、そこからずっと、まあ、ちょっとこう熱が収まってた時期はあれど、ずっと基本的に情報を見てたりとか、会場行ったりとかしててですね、ここ数年のやっぱそのライジンを中心として、ライジン、那須川天心、ね、あたりとか、朝倉兄弟、あともちろん K1、新生 K1 のタケルたちを中心としたその最近の格闘技ブームで、またやっぱりこう、いい試合、いい大会、大きい大会が増えてくれたおかげですごくまた盛り上がってきてですね、国内でもいい試合がいっぱい見れるようになって、とても日々楽しんでおりますと いう感じでございます。はい。あ、そうですね。ドラゴンス、あ ドラゴンストップでファンになった人はいないと思いますけどね。こんばんは。自分も感じの言ってました。ミノルさんの席、退場の時にバチバチ見れる席でした。ほんとそうなんですよ。今回赤コーナーとかいう概念がなかった。なんだっけ、ドラゴンコーナー、ライズ勢はドラゴンコーナーでしたっけ。ライズ勢側の、コーナーの入隊、あ、退場時の、通路のもうほんと真上でした。S 席だったんですけど、S 席でも結構前の方で、まあ、ちょっとリングのコーナー側だったんで、柱が邪魔しちゃって、3分の2ぐらいしか見えなかったんですけど、リングが。まあまあ、でもどっちにしろ近さで、立ち技の興行で、軽量級の選手ってなると、結局モニター見てるんで、別に、ある程度近ければね、どこでも一緒なんで、はい。まあ別にいいかと思ってまして。まあ、あと、大きい会場だからね。大きい会場は、ほんと、席なんてね、もう生で見れること、あんまり、こう、なんていうんですか、直で見れる会場ってあんまりないんで、ドームで何度か見てますけど、まあそういうもんだろうと思ってるんで、別にどっちでもよかったんですけど。そうでしたね、本当。でも退場とかの時の選手はすごい近くて、もうなんなら勝った選手、負けた選手のその表情とかまで見えるぐらいのいい席だったですね。高い金出してよかったなと。 2万5000円ですからね。で、まあそんな感じで格闘技にはまりましてですね、で最近は、僕の行きつけてたラーメン屋さんの店員さんが、格闘技やってまして、キックボクシングでやってる、一世センチャイジムっていう選手なんですけど、来月も試合があるんで、ぜひ皆さん、ノックアウトっていうね、那須川天心も出てました。ロッタンとやった時は確か、ノックアウトの興行だったと思うんですけど、に出てる選手なんで、ぜひチェックしてみてください。とても顔が良くて、試合も面白い、しかも強い、すごいいい選手ですので、ぜひチェックしてみてください。で、あと、あれですね、僕の動画の視聴者さんで、ファイティングネクサスっていう団体に出てる川村泰弘選手、最近はスニアカさんの動画にもちょこちょこ出られててね、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、川村泰弘さんなんかも、ガバリさんのフリマの時にね、話しかけていただいて、そこからちょっと仲良くさせていただいてるんですけど、川村さんも8月の頭に試合がありますんで、ぜひ、皆さん、
チェックしてみてください。あのファイティングネクサスであの防衛戦ですね、やるんで、僕はもちろん見に行きますんで、ぜひチェックしてみてください。というわけで、ドームの帰りは水道橋から乗るって覚えた。そう、あ、そうか、イモさん、この前、なんだっけ、あのラルクでしたっけ、来てましたよね。あのチケットの席が直前で急に変わったで話題になったあのラルクに。ね、いやーまあね、そんなわけで、で僕も本当生で見てきてめちゃくちゃ感動したし、めちゃくちゃテンション上がって、もう奥さんと奥さんと僕の共通の友達の女の子と、あといつも格闘技見に行ってる3人と、あの6人で見に行って、まあちょっと3-3であのチケット取れ、3、4人までしか取れなかったのかな、だったから3-3でチケットは分けたんですけど、だったんでみんな一緒にとはいかなかったんですけどね、もう本当うちの奥さんとその友達の子はもう最後の天心のマイクというか、試合が終わった瞬間からもう泣き始めて、もうそれぐらいね、ほんとね、心を打つ試合でしたね。いやほんとね、いいですね、あの試合を受けて、これからキック界、格闘技界がどうなっていくのかっていうのが本当に楽しみですね。キックボクシングであれだけもうほんとパンパンにドームが生まれるなんて、ほんと旧 K-1 以来だったんで、しかもね、演出が憎かったのがね、ほんと最初にね、旧 K-1 のテーマ曲流れたんですよ。デレッ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 っていうのがね流れたんですよね。あれもうほんとエモかったっすね。いやー、ライジンチームね、もう佐藤大輔が仕掛けたんだかなんだか知らないですけど、すごいさすがだなと思って、もうほんとあれが流れた瞬間に、あの僕の席の周りのおじさんたちがおおって言ってて、オープニングで流れた時におじさんたちしかピンときてなかったですけどね。まあそんな感じで動画見たけど、素人でも良さが分かった。まあ素人って、まあ僕も素人ですけど、長く見てるだけなんでですけど、でも本当その時々見た人と見てる人とか、まあやってるから見よっかなみたいな、那須川天心テレビで出て面白かったから見てみようかなとか、あとタケルって人かっこいいから見てみようかなとか、そういう人が見てもう心を震わせる試合って、もう並大抵の選手はできないんですよね。試合が面白いとか、試合が熱い、技術があるってだけではできないと思うんですよね。本当ただ強いだけじゃ、人の心を動かすまでにはいかないんですよね。やっぱり、ね、あの二人のそこの長年やるやらないって言われてて、タケルなんかはもうやりたいやりたい言ってんのに、いろいろこう団体の垣根とかがいろいろあってやれなくって、でそれで逃げんなとかね、本当 K-1 が過保護なんだとか言われて、で天心なんかはね、割とこう自由な身だったから、やりましょうやりましょうとか言って、やらないんだったらもういいっすよみたいなこと言ってね、ああいう生意気なとこいいですよね。本当僕はああいうタイプの選手も、もうどっちのタイプもすごい好きで、試合も本当面白いし、キャラクターとしてもすごい好きでね、タケルに関してはイベントでちょっと実際にこう見たことあるし、あったし、その時のファンへの対応とかもすごい良くて、さすが人気がトップ選手違うなと思って、なんかもう人の良さがにじみ出てるというか、天心もよく、だから僕はキックの会場に行くんですけど、もう子供たちとかから、ちっちゃい子とかが握手とか求めてくれると全部に対応してて、もう試合の休憩時間とかになると、観客席に結構だから自分のチームてっぺんの選手が出る時の大会とか見に来るんですよ。普通にセコンドでも入ってるしね、で普通に客席で見たりすると、もうお客さんからはやっぱめちゃくちゃサイン求められるんだけど、もう全員にこう真摯に、まあその忙しいとかね、もう行かなきゃいけない時とかはさすがに断ってるけど、ちゃんとこう時間ある時はちゃんとこう対応して、子供とかとかしゃがんで写真撮ってあげてとかやってて、もうほんとねすごかったっすね。ほんとにだからそういう2人とも人の良さも分かるし、でそれでいてこう試合は2人ともめちゃくちゃ面白いしね、技術もスター性っていうのもすごい持ってるし、なんかねほんとね、平本蓮が言ってたんですけど、どっちかが負けるんだな、負けるのか信じられないみたいなことをツイッターで言ってたんですよ。俺は本当にそうで、いやこれなんかどっちが勝つんだろうっていうより、これ試合終わったらどっちかが負けちゃうんだなって思うと、すごい胸が苦しくなるというか、っていうかもう本当ずっとやれないやれないって言われてたんで、もう本当にやれないんだと思ってたんですよ。だから直前までやんないんじゃないかぐらいに思ってたんですけど、やるんですよ。あ、始まった、放送が始まったんで、ちょっとアベマの音量をオンにしますね。2022、14試合が終わりました。残すところはあと1つです。いよいよ運命の戦い。いやー、アベマ始まったさ、ありがとうございます。残すのみとなりました。
そこで、ここからなんだな。あ、そうだ、あのちょっとペーパービューで見てた方に聞きたいんですけど、ここの朝倉未来が喋ってるところの声って聞こえてました？放送で。会場では1ミリも聞こえてなくて、あ、声ちっちゃいなとみんな言ってて、あの未来が映るたびに会場にこうちょっと笑いに包まれてますよね。全然聞こえないですよ。マッチのセコンドも使いましたが、マイク入ってんのかなとか言ってて、まあ、先ほども言ってましたけど、天心君はやっぱキックボクサーとして蹴りもたくさん出したのが、ここはちょっと聞こえたかな、でも、でもなんかね、本当ね、天心君が蹴りも出してみたいにしか聞こえないんですよ、会場。ドームってやっぱ音響あんま良くないんだよね。武尊選手結構スロースターだな。あ、高弘さんも武井由美さんも席が後ろにあります。あそこでどうなるか。あのローラが帰っていくところをね、客席から見たんですけどね、ローラマジでね、なんかね、あのこの世のものとは思えない造形してましたね。あのこう屈強なガードマン2人にこう囲まれて、なんか客席にわーいって手振りながら帰っていったんですけど、あのね、人じゃなかったっすね、なんか。これちなみに声と後ろの音量の入り方変じゃないですかね、大丈夫。まあ、とりあえずですね、今日はあの月曜日なんですけど、ローラ行ったんですよ。これ後ろにね、ちょこちょこ映ってますよ。多分ね、このエグザイルの人のちょっとよくですね、まあ、芸能人だらけでした。で、あの昨日はあの会場飲酒禁止だったんでね、あの始まる前には軽く飲んだんですけど、あの飲めなかったんで、ちょっと今日はこの、まあ飲まない方がいいかなとも思ってました。飲めたとしても昨日はちょっと酒持ち込むのやめようと思ってたんですけど、まあ行ってみたらよくあの注意事項を読んだら持ってきちゃダメだよって書いてあったんで飲まなかったんですけど、今日はちょっと軽く飲みながらね、まあ飲まないでね、これは見るべき試合でしたよ、本当に。マサトさん、はい、この表情どうご覧になるでしょうか。びっくりするほど落ち着いてますね。すごく集中しきってる感じです、ね。結果分かってみると切ないな。じゃあお疲れ様です、はい、月曜日ですけど、どんな表情なんでしょうか。高橋アナウンサーお願いします。はい、こちら那須川天心選手のドラゴンです。20分ほど前からウォーミングアップと体を動かして始めました。お父様ひろゆきさんが日記を持って日記を打ち、その間ずっと厳しい表情。お父様ひろゆきさんの言葉にも言葉で返すことはありません。つらいな。でもこれ入場からか、じゃあ1時間ぐらい本当にかかるんや。入場バカが長かったですからね。どっから出てくるんだよと思ったら、なんかあのステージの裏からなんかこうエレベーターみたいなのでせり上がってきてびっくりしましたね。あ、でもそうか、これで見る人もいるんか、初めて試合ね。違法アップロードで試合が上がっちゃってるみたいなんですけど、そういうのはバンバン通報していきましょう。はい。タケルは引退しちゃうんすかね。でもキックはもしかしたらやらないんじゃないかっていう説が濃厚っすよね。 MMA に行くんじゃないかとか言われてますけど、なんか昔から結構タケルって MMA 志向あるんすよね。 MMA の選手ともいろいろ交流があったり、なんだっけ、堀口教授かな、もう確か手合わせしたことがあるとか言ってて、よくオープンフィンガーでの練習光景とかもインスタとかに上げてたり、なんか足感の練習しましたみたいなこと言ってたりしたんで、だから結構あれだったと思いますけどね、 MMA 志向は強いんじゃないかなと。ただね、ライジンとかに来てる今 K-1 勢の MMA ファイターたちが割と惨々たる結果なんでね、久保、あと昔ですけど木村フィリップミドルもやりましたけど負けちゃってるし、で久保も2戦2敗でしょ。しかもうち一つはね、すごい味噌のついた柴田戦だしね、え平本蓮も2戦2敗だし、なんでね、なかなか難しいっすよね。やっぱ僕ワンチャンピオンシップとか見てても思うんですけど、立ち技の選手でもムエタイの選手はね MMA 強いと思うんですよね。
やっぱムエタイってこう組投げあるじゃないですか。組投げあるんで、あとまあ肘もあるしね。だからやっぱあとは倒された後の処理をする練習するんですけど、まあそれが一番きついっちゃきついんですけどね。まあ、ただ倒されないのもうまいんで、あの人たち。で投げられそうになった時に投げ返すのもうまいから、で意外とアジャストが早いんですよね。組慣れてるから。女子ですけど、ワンチャンピオンシップに出てて、この前トーナメント優勝したスタンプフェアテックスとか、の試合見てると本当思うんですけど、ムエタイ系の選手はやっぱ強いなと思ってて、でそんな中で K1 ってキックの中でもルールが特殊なんですよ。やっぱ組めないし、組投げないし、でまあ肘もないしね、もちろん。もうひたすらこう組まずにクリンチしても怒られちゃうルールなんで、MMA から一番離れてる立ち技なような気がしてるんですよね。だやっぱなかなか難しいんじゃないかなと。まあ、キックかと K1 をやってた選手とか、ムエタイと K1 やってた選手とかだったらまだ分かんないですけど、もうほんとキックをもう K1 に出るで、 K1 から始めてきた選手、特に今の昔の K1 は組んだりとか、膝あったり、あ、肘じゃないか、膝あったりしたんですけど、首相撲あったりしたんですけど、今ないんでね、完全になくて、で今の多分 K1 出てる若い選手とかはみんなそのルールが対ムエタイ、対セイムシュルトで変えられた後の旧 K1 ルールをこう踏襲したルールになってるかなと思うんで、さらにその時よりも厳しくなってるんで、その組とかに関してね。だからきついっすよね、なかなかアジャストが。だからまあでもタケルぐらいの、まあその先に言った人たちもすごい K1 で超トップ選手ですけど、まあタケルほどのトップ選手だったらできちゃうのかな。天心が MMA やった時にもできたし、でも早くやらないとね、もうタケルも年齢的にも30ですから、うん、MMA はうまくアジャストできれば40過ぎまでねトップで勝れますから。この前のね UFC でイリープロハースカと戦ったグローバーテイシエラなんてもう42、3ですからね。お疲れ様です。ライブで語りたくなっちゃう気持ちわかります。そうなんです、ありがとうございます。この格闘家赤チャンネルっていうのが河村康弘さんのチャンネルでございますので、ぜひ皆さんもフォローしてください。はい、河村さん本当お疲れ様です。今度ねまた飲み行った時にまた語りましょう、これ。 改めて河村さんも言ってたんですもんね。あぶねタケルのムーンサルト、あれ誰の時だろうな、すごい踏んづけそうになった時あったんですよね、今の映像で疲れてるやつ。でもこれ本当早くやっといたらタケルが勝ったんじゃないかな。僕でも実際ですね、あ、まあでもいいや、終わった後に言おう結果に関する話とかちょっと終わった後に言いましょう。でも本当このタケルが最初からね悲壮感バリバリだったのがね、これは現地で見ないと本当そうですよ。あの場にいたっていうことが大事っすよ。でも本当ね、僕思ってたのがこの試合が本当、まあ思った通りというか、思ってた以上の、思ってたよりも何倍も上の素晴らしい試合っていうか、大名勝負になってよかったなって思ってますけど、最悪なんかアクシデントで終わっちゃうとか、当日計量でどっちかがバリバリオーバーしてなんかすげえ味噌のついた試合になるとか、超ドボン戦になるとかね、3ラウンド見合って終わるみたいなとかでもいいなと思ったんですよ。やっぱ世紀の一戦がドボン戦になっても伝説なんで、もうここまで来たら何が起きても伝説の試合なんですよ、絶対に。猪木対アリですよ。猪木対アリも、あとなんだ、猪木対マサ斎藤の巌流島決戦とかも、まあ、猪木ばっかりですけど基本的に大掛かりに仕掛けて、仕掛けに仕掛けてドボン戦っていうのが逆に伝説になってるじゃないですか。それがね、
それの現場にいられるって、僕のさっきねコメントしてる人の中にいるんですけどね、あの昔の高田信彦対ビッグバン・ベイダーのね試合をあの現地で見てる人がいるんですけど、もうそれが本当に羨ましくって、あれもあれでまあなかなかいろいろ突っ込みどころのある試合だったんですけど、まあ、そもそも12月にどこだっけ、神宮球場屋外でやるっていうとんでもない興行だったんですけどね、それを聞いて羨ましいなと思ってたんでね、こういうもう正規の対決は絶対行かなきゃなと思ってるんですよね。いい映像だよなこれ。いやそれ分かります、本当3ラウンドで終わ、3ラウンドのゴングになった時、あ終わっちゃうと思って、それが悲しかったですね。内容的にねちょっともう延長なさそうだったんで、わ終わっちゃうんだと思って、もう12ラウンド見たかったっすよイヤホンつければいいんじゃない？いいこと思いました。ちょっとイヤホンを探します。イヤホンつければ後ろの音声なく取れるんじゃないですか？少々お待ちを。これモニター側につけるといい。これでいいじゃん。あれめっちゃ寒かったらコーンスープ売れすぎてたし。いいじゃん。これでやれば俺も音量を大きくして見れるし。うわー始まりますよ、始まりますよ。あのね会場でみんな言ってたのが、あのこのコールの時にみんな言ってたのが、え本当にやんのかな本当にやんのかなって、まだこの時でも言ってましたね。これ普通に声聞こえてますよね。いや昨日見てたのに緊張すんな。いっぱいやってますよ。本当にやってたの、格闘技見てて初めて涙が出ました。もう本当そういう人多いと思いますよ。いや本当すごい試合だったもんな。本当タケルが悲しそうなのが本当に悲しかったっすね僕は。おお、あのねめっちゃ爆発するんですよ、タケルの入場めっちゃ爆発するし、めっちゃ火出るんですよ。ちょっと待ってくださいね。まだ本当にやったのかなってぐらい夢の戦い、マジでそうっすね。いやー気負ってるよなー、この表情やっぱり気負ってるよなー、タケル。
スマホのカメラの配置を変えましょう。なぜここまで背負わされたか、本当そうですね。本絞りをアップにしましょう。これで大丈夫。ああ、まずい。僕はもう見たくないです。まあ、そういう方もいらっしゃいますよね。いやでもそれだけの熱いファンがついてるのがやっぱすごいっすよね。タケルにしても天心にしても。あーかっこいいねかっこいいねタケル。いやーかっこいいな。ヤーマンヤーマン最高したね。ヤーマンと足田マジ仕事しましたね。今度は直哉と天心がボクシングするのみたい。いやあんまり井上直哉には勝てないだろうな。でもこの試合本当に難しい、天心にとって難しいのがリマッチがないじゃないですか。多分もうやん、多分っていうかもうほぼ確実にもうやらないじゃないですか。もう二度と見れないじゃないですかね、これ。そう考えるとやれないから勝ち方負け方すごい難しいっすよね。あとその選手として難しいだろうなと思ったのはその試合の組み立て方。本当に例えば、まあ、タイトルマッチ、絶対勝ちたいタイトルマッチとかだったら、なんていうのかな、もうポイントを取る方に行っちゃってもいいわけじゃないですか。ポイントだけを取る戦い方とかに。でもこういうやっぱショーだし、2人ともこうそういうのね、絶対こう見せるとか見せなきゃって思ってる、ちゃんと分かってる選手っていうか、そういうところあるからね、どういう試合をしたらいいかってすごい悩むっすよね、絶対。天心やっぱすごいなって思うのが、あの YouTube とかバラエティとか見るとすごいビビリじゃないですか。でやっぱ本人も言ってたけど、ビビリだからパンチもらうのが怖いからディフェンス練習したからすごい避けるのが上手くなったみたいなこと言ってたんですけど、で入場式の時とかに全選手入場ですとか言って並んで後ろバーンになると いつももうライジンとかでもすごいビクンってなってるんですけど、入場の時のこれでは絶対ならないのがもうモードに入ってるからなんだろうなっていう。余裕ありそうだけどやっぱりそのモードに入ってるからびっくりしないんだろうなって思ったら、やっぱこうまあ選手にとったらもしかしたらね、こうやって大舞台で試合するような選手にとったら当たり前のことなのかもしれないけど、やっぱ僕ら常人とは違う集中力というか気持ちの切り替えの何かスイッチを持ってんだろうなって思いますよね。なんか呼ばれた気がしました。あ、いいね。クブラが天心に先生、あ、見た見た。まあ面白そうだけどね。まあでも、もうやらないからね。対抗戦もやらないし、天心がキックやらないし。クブラがボクシング行くしかないよね。天心のジャブ、そう。いや、でも本当ね、勝利を分け、勝敗を分けたのはあのジャブですね。もう会場で見てても思ったんですけど、多分タケルあれが見えてなかったっていうよりはもう思った以上に速くて思った以上に伸びてきたんだと思うんですよね。だからサウスポーの天心がジャブ打ってくることぐらい余裕で想像つくし、そういうタイプの組み立て方をする選手だから、
対策してるはずだけど、思ってたのの何倍も伸びてきて、思ったのよりも早かったんでしょうね。タケルの前にクレスト勢が連敗したのは良くなかった気がしました。あ、そうっすね。クレストね、ほんとノイリューは本当に僕がカイトを僕はシュートボクシングも大好きなんで、でもカイトをねちょっと過小評価してましたね。あの距離感でノイリとあの戦い方して競り勝てるとは思ってなかったっすね。ジャブは捨ててた。もうそうですね、なんかもう多分もらっちゃうから、で多分その効かせるというよりはその距離を作るリズムを作るジャブだから、まあもう当たっちゃってもいいと、効かんと、それで足を止めるぐらいだったらそれでもらいながら入ってった方がいいっていう判断だったんでしょうね。圧が思った以上にかからないのが焦るきっかけ。そうだね、でもそういうタイプっていうよりはどうなんだろうな。天心が多分予想としては、俺は本当にこのタケル対天心はすごい、タケルが先にやった村越との試合とロッタン戦、天心はロッタン戦がすごいキーになるってずっと思ってて、天心はもう圧かけられて、体の大きくてパワーがあってラッシュ力のある選手に圧かけられて下がるけど、下がりながらでも打っていける選手なんでね。でタケルは逆にこうフットワーク使われて逃げに徹される選手に対して、で捕まえきれればいいんだけど、捕まえきれないぐらい、もうほんと村越はもうほんと超アウトボクシングじゃないですか。でああやって徹されると意外と追い切れないんだな、タケルの圧に焦らない選手にはちょっと弱いのかなっていうのがあったんですよね。だまさに天心はそうで、逆に圧に負けないどころか天心が圧をかけてたんでね。このイヤホン なんかよく左右の音声が聞こえてないな。ちょっとイヤホン変えます。ちょっと身代わりを置いてこうと思ったけど、うまく置けないな。これティッシュ箱なんですけど、見つからないのでやめますよいしょ、いいや、もうこれで。カイト、要はあの距離でコンビネーション組み立て、そうそうそう、ほんとそう、あの距離でコンビネーション組み立てるのはノイリーの方が得意だと思ってたんだよな。なんかね、音は聞こえるんだけどイヤホンがうまく合ってないのか、声が入らないですね。まあでも声いらねえわタケルが途中で天心ぶん投げた時はプロレス始めるのかなあれびっくりしましたけどね。でもあれはね、タケル焦ってたんだと思うんだよな。焦ってるなって思ったっすね。バッティング入る時の動きもタケルあんな動きあんまりしないからね。
解説の音声が僕のイヤホンから全然聞こえてこないんですけど、これ解説入ってるんですか？でもね、これリングのドツンドツンとかいう音が聞こえるんでね、これ一番いい感じで音が消えてるかもしれないですね。もうシングルトラマンのスペシウム光線ね。いやでもほんとね、この時もね、みんな、あ、そうだよ、たく、たく、君は何を見て僕のライブを見ているんだい？あの、アベマの格闘チャンネル見なさい、アベマの格闘、あ、解説の音ないんですね。あ、よかったよかった。じゃあもともとないんだ。俺がめっちゃ喋ってるだけ。じゃあ俺の解説で聞いてください。あー緊張する。緊張するな。いやもうね、向かい合ってでもこの状況でもまだ信じられなかったっすね。緊張するなこれ。そうか、いいこと思いついたぞ。こうして、これでいいのか。解説入ってるやないか。おい、いやージャブ当たるな。でもほんとね、僕もっとタケルが来て天心が合わせるっていう展開になるかと思ったんですけど、天心が下がったりフットワーク使いながら天心から出してんすよね、パンチ。わあ、いいジャブ、いいジャブ。でもやっぱこうして見るとね、タケルの方がやっぱり体一回り大きいなって感じしますよね。骨が大きいっすね。肩幅のこのフレームがやっぱ少し大きいなって感じしますよね。おわーい。セコンドの声は聞こえますよ。このパンチとかこのステップの音が聞こえるように、リングの近くにもこうマイク仕込んであるんで、あのそのマイクがセコンドの声うわーすごいストレート音拾うんでね。あーすげー。でも1ラウンドほんとちょっとタケルが面食らってるような感じがするっすよね。こんなに出てくるんか天心で、多分このジャブがすごい伸びてきて、じゃあ俺も出たろってところでこう止めてくるし、うまい、あーうまい、早い、二人とももうほんと早いんだよな。ドラゴンボールよこんなん。おい、あー、いやー、あ、そうそう、ジャブを捨てろって言ってましたね。1ラウンドダウンまでは半袖なのし、逆転進出さんに。そうなんですよ、多分ね、タケルがすごい焦ってたっすね。ほんと、あの、投げたぐらい、バッティングあったじゃないですか。バッティングもそうだけど、あの、投げちゃったのとかも、ほんと、焦ってんな、タケルと思って。いやー、すごいな、すげえカウンターだよこれも。
すごいよ本当に。タケルもこの日じゃなかったらもしかしたら立てなかったかもしれないってぐらいの当たり方してるもんね。ああ、しびれるな。ああ、インタビュー聞いてるとゾーン入ってた。そうそうそう、そんな感じっすよね。いやーすごいよ。もう1ラウンドだけでね、あの僕はもう見てて、もう1ラウンドだけで2万5000でお釣り来たなって思いましたよ本当にこんぐらいなんかこう一回 CM 入ってくれるぐらいの方がいいな心がこう落ち着くね、見てる方の。めちゃくちゃ窪塚がシュプリーム着てるやん。いや本当ね、もう格闘家の方からそういうんだからそうですよね。あの普通に見てたら、だってあの近いとこだと、ライジンランドマークの時のあの今成じゃなくて吉成あのの試合が あのあったじゃないですか。あの試合がもう本当にあんなようなカウンターでパーンって倒しきってて、相手立てなかったですからね。もう体動かないぐらい倒れ方してたんで、あれであのフラッシュダウンみたいな感じで済んで普通に2ラウンド戦って、いや実際この瞬間見てたら泣くっすよ本当に。あのね、ダウン取ってこう手上がったっすけど、うわーってなったけど、なんかもう本当胸がキューってしたっすね、見てて。うわーって思って、天使すげーっていうのと、タケルダウンしちゃったよと思って、なんかもうね、ほんと長えな CM おいさあ2ラウンド始まりました。なんででもタケル全然フラフラもねそんなにしてなくって、あれと思って、意外と大丈夫だなと思って。ラウンド終了間際だったじゃないですか、ダウンが。しかもあのダウンだからちょっともうフラフラしちゃうんじゃないかなと思ったんですけどね。あー、しかしマサトの解説がもうタケル寄りですね。ヨギボーと西タンがね、でもヨギボーさんのおかげですから、もうほんと急遽でスポンサーに入ったこのヨギボーさんがいっぱいお金出してくれたおかげでね、このフジテレビの穴を埋められたっすよ。わーいいね、ほらこういうのほんと。珍しいよね。タケルがああいう入り方するのほんと珍しいっすよ。距離詰めなきゃ距離詰めなきゃっていうの思いがあったのかなとか。あー痛そう結構目の下腫れててね、長くインターバル取ったから見ててすごい不安でしたよね。ただこれでほらなんかもう全然万全じゃない状態で再開されてもね、それでタケル勝ってもまたタケルあのバッティングセンターとか言われるんでしょそれもかわいそうだなと思ったから、では天心ゆっくり休んでもらって、
文句つかないぐらいね、長く休んで回復できるならしてほしいなと思ったんですけど、これドクター出てきてもしばらくかかったし、そうそう痛そうだったから、当たり方も激しいしね、これ今見ててもちょっと右目ちっちゃいから眼科帝とかやっちゃったかなとか思ってすごい心配だったですね。あ、でもこんな短かった？会場で見てたらすげえ長く感じたんだけどなこんな短かったか、ドキドキしてたからすごい長く感じた。ミクルの解説はまあいつもこんなもんですようん、でもぶっちゃけこのバッティングで天心のあの流れが止まったのと、あとちょっと残ってたタケルのダメージも、タケルのダメージもちょっと抜けたのかなっていうのは思いましたよね。そうそう、こっからタケルいい感じでしたからね。そうそう、タケルの圧がちょっとかかるようになってきて、これねえ、もったいない。タケルね、引退しちゃうんですかね。でも見たいけどな、まだ天心に負けちゃってもタケルとやってほしい選手はすごいいっぱいいるんでね、海外入れてほしいですけどね。それこそロッタンとやってほしいな。あ、本当マサトも言ってるけど、本当現地で見てても焦ってんだなタケルって思ったっすね。あんなのやっちゃうの見たことないですからね。めちゃくちゃ長く感じた動画、そうっすよね。あ、大丈夫かなと思って、ほんと俺3、4分やってたかなと思ったけど全然短かった、1分ぐらいですねあれあんな短かったんだな。そうそう、でも多分これはタケルがその回復したってのもあるし、天心の、そうね、タケル蹴りが出てないんだよな。そう、タケルってその圧をかける前に、いつもの戦い方だと圧をかける前にあのローで組み立てるんですよね。ローとかジャブとかで少しずつ削るような組み立てをして、圧を少し強めていって、そうそう、で天心この辺ぐらいから多分ちょっと自分のこのスタミナの残りとかを加味して戦い方を変えてるっすね。攻撃とディフェンスに5ブーで振ってた、でなんなら1ラウンドは6、4ぐらいで攻撃に振ってたと思うんですよね。見てるとそれを多分3、7かもう2、8ぐらいでディフェンスに振ってるっすね。でタケルは逆にあの焦って前に出てくるし、で大振りになってるって多分天心分かったんだと思うんだよな。だこれはいなせるな、でだけど逆にこう打ち行って当たったらやばいなっていうのを多分思ったんじゃないかなと思うんですね。そう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 ですね。バッティングぐらいから多分あのインタビューでも言ってたけど、ちょっとあの目がずっと右側がぼやけてるって言ってて、これ5人のうち1人しかタケルにつけなかったのちょっと意外だなと思いましたね。2、3人つけるかなと思って見てましたね。それでもタケルさん得意ゾーンとかパターンに入る超年でダッカーのクリンチでしのぐ天心さん、そうそうそう、まさにそう、タケルがやばいってなってちょっとマサトも言ってるけど入り方が雑で、ローとかで組み立てて、ローとかジャブとかで組み立てて削った後から圧をかけてタケルの距離に持ってって打ち合いで、相手がこうあの焦ってくるから打ち合いに応じて打ち勝つ、もらいながらも打ち勝つのがタケルの勝ち方なんで、やっぱその圧というかその打ち合いの誘いに乗らない選手にはやっぱりタケル難しいんだろうなっていう。
だから僕はロッタンとすごい相性いいと思うロッタンとタケルはめちゃくちゃ面白い試合になると思う。二人とも打たれながら前に出て打ち合うタイプだからやってほしいな。ロッタンとタケルワン行かないかな。行かねえだろうなもうタケルの残りのキャリアはね、ほんとこうずっと縛られて、このタケル天心戦っていう呪縛に縛られてかわいそうだったから、やりたいことをやってほしいな。さあ3ラウンドですよ。僕の席の左前にいたね、あのタケルファンの家族かな、3人ぐらいで見てた、結構高齢の人と若者とか、もうね荒れてましたね、ここはもう天心の罵倒しか言ってなかった例えばこの猫をクリンチで逃げんなよとかって言うならわかるっすよ。よくあるよくあるあれですわな、なんていうのヤジですけどパンチを避ける天心に対して避けんなよっていう避けるだろあれ面白かったっすね。竹原チャンネルで日焼け選手がいる、あーそうっすね、サウスポー苦手なのかな。で天心が全然打ち合わなかったって言ってる人いるけど打ってるっすよね。むしろ避けてるけど結構先から天心から手を出す場面もすごいあるし、ほらうまいんだよこのクグルンとか、マジでうまい、ステップワークが本当にうまい。ここ今の体寄せたの分かります？タケルのフック入ってあそこで引いちゃったり内に行っちゃうと多分タケルの流れになっちゃうんですよ。そこでこうグッと寄せて流れを止める、で突き放すようにこう右手出していくって、このね所作一つ一つがうまい。もうタケルこのずっとフットワークが止まらない天心の、ここのノーガードでこう打ってこい打ってこいってやってもずっと足が動いてる天心すごい本当に。そうショートレンジでうまく打ち合えなかったっすね。打ち合いに持ち込めなかったっす。天心が体を寄せる前にもう一発っていうのができなかったっすね。そうタケルも落ちてるけど天心も落ちてるっちゃ落ちてるっすね。この終盤の天心のディフェンス、ここのダッキングをね、こっから先のダッキング、ここすごいすごい、全然当たらない。で天心のジャブが当たると、これはほんとすごいよ。全部見切ってるもんね。ほらほらすごい、いやーすごい、ノーモーションリードジャブ左足で反応できたな。そうそうそう、いや天心の反応が本当にすごいな。改めて見てもやっぱりすごい、この3ラウンド後半のディフェンス、こんな空振りするタケル見たことないもん。でもすごいよ、本当にすごい、こんな試合できないよ本当に。僕は長く見てきてね、やっぱりこういろんな遺恨の試合とか見てきましたけどね、すげえとかつえーって思う試合は山ほどあったけどね、こんなにこう心が動くというかね、締め付けられるような試合を初めて見たっすね。もうマサト対キッドよりもね、ほんと気持ちと心にこう掴まれるような試合っていうのを初めて見ましたね。
皆さんスニーカー服格闘技酒ラーメンアイドルどうぞです。そうなんですよ、忙しいんですよ、休日がだからもう空いてる休日がなくて、迷いかに試合できる、そうっすよ、相手とルールに合わせた間合い、もうほんとそうっすね、組み逃げといってもっとちゃんと見切ってるし、見切った上であえて組みついてペースを握られるようにしてる、そうそう、で天心全く手出してなくないですからね、ガンガン手出した上でのあの流れだから、この時点で僕の奥さんと僕の奥さんの友達は横でボロボロに泣いてました、天心ぐらい泣いてました。すごい、もう一回見ても泣きそう、いやー泣きそう、また泣きそう、あーなんて素晴らしい試合なんだろう、いやもうほんとさ、殴られた後のタケルの表情とか見てもこれ次立ち上がれる人の顔してないのよ、本当この倒れ方したらもうできんのよ。放送だとね、そう2人の声が少し聞こえてくる、今そうこうやってやって聞いてました。決まる前やれやれ言ってたのに試合前になるとやらないでほしいってことらしいですよ、そうそう、結果は平等なのに残酷で、そういや、ついにやるんだなっていうか、うわやっちゃうんだなと思って、ね、何時間後かにはこの試合この大会終わっちゃってんだなっていうのが辛かったっすね、いやえげつないカウントしてほんとあれ立てないよ、いやーいやーほんと、とんでもない試合だほんと、いや本当ね、僕らはこう格闘技を見ててね、この那須川天心とタケルがこうバリバリの時で、しかもその2人がまだ名もなき何者でもないところからずっと見てこれてるっていうのは本当ね幸せですよ、本当ね格闘技好きでよかったなと、今の時代に格闘技好きでよかったなと思ってます、こんな大会ないよ。伊藤さん嬉しそうだな、伊藤さん、いやー美しくも残酷ですね本当に、いやもうほんとそう、ほんとそう、あんまりそのモニターでこのここまではっきり見えなかったっすよ、当時会場のモニターだと、でフラッシュの光がパッてなった時にだけタケルの泣き顔が見えて、もう辛かったなぁ。
泣かないでくれよタケル、本当泣いてもいいけど、そんな頭下げなくていいのに。やったぞって、やってやったぞって帰ってほしかったな、うん、ほんと。まあそうはいかないんだろうけどね。いやこれヨギボーの社長なんですかね。ヨギボーの社長が明らかに泣いてるっていうね、うん、そうそう、タケルと天心がいなかったらキックボクシングの興行をまた東京ドームで見ることはできなかったと思いますよ、本当に。すごいよ、この2人ともこんな小さいのに。昔100キロとか2メートルの大男たちが頑張ってなんとかやってたこの東京ドーム、この2人だけでね、30歳と23歳をね、若い2人だけで埋めたってすごいことよ。いろんな難しいのを大人たちも動かしてね。しんどって言われてこんな評論のやつかと思ったら、信じられないスピードで階段登っていった。そうそう。いやそうね、メイウェザーかな、タケル。ラウンドガールさんも泣きそうや。うん。恋人みたいな感じで何を言ってんだこいつと思ったんですけどね。いや、連れてきてくれてありがとうございますよね、本当に。まあ、タケルに中村さんに挨拶に行けっていうのは酷よ。本大好きの野村さんは最後まで違和感で、そうなんだ、いるんだ、気づかなかった。いや、その他の試合も素晴らしかったしね。やめないで、強かった。もうほんとそう、ほんと最後まで最高だった。
ライズ対ね K1 をこう2年に一遍ぐらいのなんか恒例とかにやってくれたらいいよね、対抗戦を。 K1 もリベンジしたいでしょ、だって星で負けちゃってるからね。いや、いいよね、ここは本当に。で、ここでヤーマンが映るっていうね、親父が親父が出て行ってしまったヤーマンが映るっていう。いやー素晴らしいよね。ちなみに僕のあの左前で見てて、天心が避けるたびにブーイングしてた団体は結果出た瞬間に帰ってましたからね。ああいうのは本当のファンじゃないっすよね、思ったわ本当に。タケルがどんだけの覚悟でこの試合に臨んで、それの上で出た結果かっていうの分かってないっすよ本当に。あんなのファンじゃないっす。金出してるからとかね、応援してるからファンだじゃないんですよ。タケルがどういう思いでここの場に来て、どんな気持ちでねこの試合を実現させて戦ったかっていうのを何も分かってないっすよ。あんなもただの応援してるファンの1試合にしか感じてないでしょ。なんか普通のいつもの試合の1個にで、なんか宿命のライバルに負けたわ、うわ残念帰ろうって言っても、ムカつくわあいつ飲もうぜみたいなね、ファンじゃないあんなの。ほんとはははは、最後まで見届けろよ、タケルが作り上げたイベントをさ、タケルと天心で2人で作り上げたイベントなんだからねえと思ったっすよ。もうほんとね、もうそのタケルはいない、負けちゃってここにいなくても、その天心の最後まで見届けてこそでしょ、ほんとにね。風音戦の後にもう一度父ちゃんともう一回一緒に頑張れたってのでかかった、それはでかかったっすね。本当にファンだったらね、なんと。いや、いい試合だったな。これもアンダーカードも素晴らしかったんで、アンダーカード見てない方はぜひ見てください。特にね、休憩明けの芦沢とヤーマンの試合の後ぐらいからものすごい勢いついた感じありましたね。序盤結構渋い試合が多かったです。結構やっぱ実力的に拮抗した選手が多かったんで、でヘビーはさったりが KO してくれたっすけど、なんかカリミアンすごいコンディション悪そうで、あとまあ山下がゾンビみたいに強なんかタフだったっていうのもあるっすけど、なんかあれはちょっと期待外れだったっすけどね。まあ山下の頑張りが期待以上でしたけど、というわけで終わりました。はあ、面白かった。やっぱ何度見ても最高だな。でもコメントにありますけど、あれっすね、天心はメイウェザーとやっといたのでかかったかもしれないですね、こうなると。あと、まあ、やっぱロッタもでかいと思う。その経験があったっすね、ロッタンじゃないや、メイウェザーは多分その何の圧力よりもメイウェザーの圧力が最強じゃないですか、どう考えても。体重もでかいし、ねえ何だってでかいだけじゃなくてメイウェザーですから。あの圧力を経験してたら、でアベマの番組で直前にメイウェザーと対談するっていうのがあったんですよね。それ見た時にも思ったんですけど、でメイウェザーが言ったんですよ、大丈夫だっつって。あいつ適当に言ったかもしれないけど、そうだな、どうせね天使のことなんてよく覚えてないだろうから適当に言ってんだろうと思ったんですけど、相手は俺じゃないんだって言ったんですよ。
多分ね、それまさにその通りだなと思ってて、圧力とか緊張感とか圧倒されるオーラとかってメイウェザーより上絶対いないから。で、あのね、埼玉スーパーアリーナ、満員のスーパー埼玉スーパーアリーナ、大晦日の大舞台でメイウェザーとタイマン張ってるっていう、あの経験は相当でかいっすよね。タケルの圧なんてものともしないのも分かりますよ、そりゃね。で、その前にはロッタンとやってるわけだし、あのワンで今、あの頃のロッタンより今のロッタンの方がだいぶすごいなとは思いますけど、でもやっぱワンで、ね、あのほんと鬼神のごとき強さのロッタンを見てると、やっぱあの圧力をね、あれね、みんなね、天心ロッタンに負けてた負けてた言いますけど、まあ負けてる、僕も正直見てて本戦でこれ負けじゃないかなとは思ったんですけどね。まあ延長は天心の方がカウント当ててるなとは思ったんですけど、本戦で負けてんじゃないかなとは思ったんですけどね、僕も。だったけど、あの時の天心は55キロがギリギリぐらいの体重ですよ。55キロがベスト、まあちょうどベストか、そんぐらいかな、よりもうちょっとまた軽かったんじゃないかなぐらいの頃ですよ。4年前ですからね、だった天心と、ロッタンもあの時点で確か58ぐらいなんですよね、あの人。今60超えた体重でやってますけど、60何キロだっけ忘れちゃった、ワンの契約体重忘れちゃったんですけど、あの時の57キロなんですよね。だから当時の天心の出てた階級でベストって言われてた体重、多分54ぐらいがベストだったんだろうな、天心。そっからまあ 2,3 キロ重い階級で、しかもあんなゴリゴリの強豪とやってるっていう、あのそういうことを加味すんの忘れてないかいって思うんですよね。で、今回もまあいろいろ上限の戻し制限とかあったっすけど、それでもね、天心は55キロでやってる選手、55キロ、56キロでやってる選手で、タケルは60キロでやってて、ね、60キロの天心投げ倒してる選手ですから、僕はそんな有利不利ってなかったんじゃないかなとは思ってんですけどね。まあルールって公平にするものだからね、ああいうだからその契約体重とかって公平にするためにやってるものだから、公平になってたんじゃないかなとは思うんですけどね。メイウェザーは2人しかいない、パッキャオとデラホイヤにも勝ってるし、あのカネロにも勝ってるし、白浜の数が違う。そうっすね、そうそうそう、もういやだからメイウェザーは桁違いじゃないですか。もう格闘家っていうジャンルの中でも桁違いの選手だから、それの圧力を感じたことある天心は、そりゃあタケルの圧力ではビビらないよねって。タケル選手がそんなに大きく見えなかった、確か小さく見えたみたいなことを天心はインタビューで言ってましたけど、多分そのメイウェザーと対峙した時に、メイウェザーすごいでかく見えました、でか、本当でかかったっすって言ってたんですよ、インタビューの時に。あのでかさを考えてて、それをきっと想像してたんじゃないかなと思うんですよね。そしたら、あ、でも意外といけるかもっていうか、なんつうのかな、やっぱそれに比べたら小さいじゃないですか、どう考えても。そんなメイウェザーの存在感よりでかい格闘家なんて世界中数えたってそういないんで、それをね、やっぱ経験してたのでかかったんだろうなっていう。で、僕は最初に言いかけたんですけど、ね、僕の周りにいる人だったらね、知ってると思うんですけどね、僕はこういう展開になるっていうのをずっと言ってたんですよ。タケルと天心がやったら、もうずっと僕は天心の方がファイトスタイル的に有利だと思ってて、天心が苦戦したり KO できなかった選手をタケルは KO できるかもしれないと。例えば風根とやったらタケルは多分秒殺で勝てますと思ってる。けど僕はそう思ってるんですけどね、勝てるんじゃないかなとか、まあ鈴木雅彦と打ち合っても多分天心、タケルの方が圧倒的に勝つだろうと思うし、なんなら四郎にも勝てると思うんですよ。で、タケルはね、で、しかも天心よりいい勝ち方で勝てると思うんです。で、なんならロッタンとやってもタケルが打ち勝っちゃうんじゃないかなぐらいに思ってるんです。けど天心には多分タケルが勝てないだろうなっていうのは、そのファイトスタイルとしての完成度の高さがじゃんけんぽんなんじゃないかなって思ってたんです。まあ例えで言うと、天心がチョキで、あ、天心が違う、天心がパーでタケルがグーなんですよ。もうグーとパーの関係って絶対崩れないんですよ。いくらこのグーにメリケンサックをはめようが、トゲトゲをつけようがね、もうトンファーを持とうが、なんだろうがね、グーとパーはグーとパーなんですよ。
何をしてもどんな装備をしたグーも紙に勝てないんですよ。包み込まれちゃうからね、そういう関係なんじゃないかなと思ってたっす。それを昔見てたプライドでも思ってて、ノゲイラとヒョードルがやった時に思ったんですよね。あ、これノゲイラとヒョードルはいくら何回やっても多分ヒョードルが勝つなって思ったんですよ。あれもほんとじゃんけんポンだったんだろうなって思ってて、ね、そう思ってたんですよで今回も多分だから天心のスタイル的に天心はアウトに徹することができるから、でそのアウトに徹した時の天心はもうほんとなんだろう、なんだろう、トランザム状態なんですよもうパララッパッパッパラパラパラッパッパッパラパラっていう状態なんで、もう早すぎてもう残像出てるぐらいのディフェンスができるんですよ。あれは攻撃してるけどねなんで当たんないんですよ絶対。当てられない、捉えられないだろうなと。だから僕は天心は勝負の時にこうディフェンスに徹してアウトに徹してタケルが出てくる、天心がパンと当てるでポイントアウトして天心が勝つだろうなと思ってました。でやっぱタケルをしても多分そうなった時の天心は捕まえられないだろうなと。で並大抵の選手だったら多分捕まえられるんですよ、アウトにいくら徹しても。結局村越も結局逃げ切れなかったわけじゃないですか、アウトに徹しきれなかった。結局タケルにポイントが入るような戦いに見える戦いをしてしまった。まあ見方によってはそのミートさせてないからクリーンヒットがそんなにないし村越が勝ったんじゃないかって言ってる人もいますけど、ただねジャッジはそう判断した。文句のつけようがないアウトができなかったじゃないですか。だからやっぱりその村越ぐらいのレベル、普通の王者レベルだとやっぱりタケルには捕まっちゃうんですよね。タケルにポイントが入る戦いになっちゃう、結局アウトじゃなくて逃げてるって見られちゃう。天心は多分それをこうアウトに振り切ったら当てながら逃げてる、当てながら逃げるアウトボクシングで勝てるって思ってたんですよ。だけど実際蓋を開けてみたらですね、2人のレベルが僕の思ってたのの何十倍も上でしたね多分普通に天心が最初からただアウトに徹してたらどっかでタケルに捕まってたと思うし、多分そう、それぐらいタケルの追い込みというか追い上げ圧力と追い込みっていうのはすごいなって思ったし、2ラウンドのね、2ラウンド後半から3ラウンド序盤ぐらいかなに盛り返してきたところのタケルの圧力を見たら、これ多分本当に最初からただ天心がずっとアウトに徹する作戦だったら多分どっかで捕まってたなと。2ラウンドの中盤でバーって当てられて、追いコーナーとかに追い込まれちゃって無理やり打ち合いにさせられて打ち負けてただろうなって思うし、でそのさらに上を行ってたのがその天心がアウトじゃなくて、なんだあの戦い方はね、本当当てながら当てて連打も打ちながらアウトをして、なんていうのパッパ切り返してたんですよね、インファイトをして、でタケルが乗ってきたタイミングでスッとアウトボクシングを始めるみたいな、パンって当てて離れるっつって、でタケルが距離を詰めてきたら逆に距離をグッと寄せて組んだり、グイッと突き放してまたタケルの距離じゃない距離を作ったり、打たせないようにして、でタケルがこう焦って振ってきたらもう全部避けてパンって当てて組んで距離潰してもう一回ブレイクかけて、やるな本当にね、すごい。1ラウンドのダウンがなければもっと金さん戦いになってたと思うかな、どうかな。1ラウンドのダウンがなかったら、でもタケルがあんなに焦ることもなかったからね、きっと全然違う展開にはなってたと思いますね多分。でもただ1ラウンドの序盤のああいう流れがずっと続いてて、で天心が結局ポイントアウトしたんじゃないかなとは思いますね。で多分天心の作戦としてはこう後半に行くにつれてだんだんこうアウトにメーターを振っていくみたいな戦い方だったんじゃないかなと思うんで、もともとそのダウンを取ろうか取る前がね。でタケルが追い込んできたところをこうカウンターで当ててポイント取っていくみたいな、でうまくいけば倒してみたいな、それこそ1ラウンドの最初のあのシーンみたいな感じの
シーンが来たらあのカウンターガンって強いの当てて倒すみたいな戦い方だったんじゃないかなと思うんで、結局は僕は天心がポイントアウトで勝ってたかなとは思いますけどね。ただ全然違う展開にはなってたと思います。タケルがあそこまで焦って詰めてきたりとか、あの大振りのパンチをブルンブルン空振りするシーンはなかったかもしれないなと思って、うん、いやーほんとこれ一晩中語れますねいやーよかったな、ほんといい試合だったな。素晴らしかったな。余韻がねもう半年ぐらい冷めない気がしますねこれはなんかこの後も格闘技の試合をいっぱい見に行く予定があるんですけど、ですね7月の23に、そのさっき最初に言った、一世センチャイジムの選手の一世センチャイジム選手のノックアウトの試合を応援しに行きますと。で川村さんの試合も8月の最初の土日ですねに新宿まで見に行きますと。タケルさんが1ラウンドからスタートダッシュ無理くりでもかけることは難しかった。難しいんじゃないですか。いきなり詰めたらそれこそ天心の思うつぼじゃないかなと思いますね。やっぱね天心ほどのまあでもタケルほどの圧とパンチ力を持ったパンチ力あとランのラッシュ力持った選手もそういないから、まあ、分かんないっちゃ分かんないですけど、でもピンピンにスタミナあって対策バッチリの天心に最初から突貫してかかってるっていうのは無理だろうなと思いますけどね。普通に昨日の仕上がりを見てね、2人の仕上がりを見た上で思うんですけど、そうでなんだっけ、そう川村選手の試合も応援行きますし、ですね7月の末に埼玉スーパーアリーナでライジンがあるんですよね。まだカード一つも発表されてないんですけど、一緒に見に行った奥さんの友達がですね、井上直樹が大好きなんですよ。で、なんだっけ、井上直樹の対戦相手が滝沢健太じゃないかと言われてるんですけど、うちの奥さんが滝沢健太が大好きなんで、多分ね、見に行くんじゃないかなと。ライジンも行こうって言われるんじゃないかなと。あ、河村さんお疲れ様です。ありがとうございます、本当に。こちらこそ。マジで楽しみにしてるんで。もうね、試合が、河村さんはほんと試合が流れまくっちゃってるから、今回こそはね、無事できることをまずお祈りしておりますので、体調管理と気をつけてくださいね。河村さんもお仕事しながらなんでね、うん、いや、ほんとね滝沢君と練習した、そうですね、滝沢選手あれですもんね、研修会でしたっけ、あれ研修会でしたっけ大沢さんのところによく練習行ってるって言ってたんで、研修会にはよく出入りしてるんだろうなと思っておりましたが、いやそうか、情報もすごいって、ね、大沢さんの格闘技通通信毎週見てますんで滝沢くんねよく来るんですようちっつってあの青木真也のポッドキャストとかも聞いてますから。いやなんでね、そういやだからライジンも見に行くんだろうという感じなんで、7月後半から8月の頭のあの3週間は毎週格闘技見に行くんじゃないかっていう気がしております。格闘技のチャンネル始めるか。格闘技チャンネル始めようかなと思ってね、一応ね、サブアカウントを作ってはいるんですよ、実は。サブちゃん用のアカウント。ただ撮ってないってだけで誰にも言ってないから、登録者も誰もいないし、動画も一本も上がってないんですけど、格闘技の話と Vlog とかを上げるチャンネルをやろうと思って、半年ぐらい前にチャンネル自体は作ってるんですよ。動画が一本も上がってないんですけど、だってメインのチャンネルこんなに更新しない人間がサブチャンネルそんなに上げれるかっていう話ですよね。ここだけの話、タッキー井上っぽいです。格闘技チャンネルいけると思います。ありがとうございます。でもまあなんかね、うん。ほんと、やりたいですね。それこそ YouTube じゃないですか。スニーカーとやってること一緒ですけどね。好きなことを好きなように喋って、好き、
誰かしらのハマる人に向けて発信するっていうのはね、スニーカーにしても何にしても一緒なんで、やってもいいかもしれないですね。スニーカーよりは需要がありそうな気がするな。いやまあそんな感じでね、タッキー井上、ああ いいっすね。原口さんとか巻き込んで、あいいっすね、タッキー、あ原口さんとやればいいか。原口さんとサブちゃんやりましょうかね、2人で。全然言ってないけど、そんなこと。原口さんと渡辺さんとやります。3人でプロレス見に行く動画とかも面白そうですよね。それでもスニーカーさんのところでやれやって話ですね。サブアカ男子でやれやっていう。あれ3人で見に行くの、あでももしかしたらね、川村さんの試合見に行くやつは通るかもしれないですね。原口さん格闘技、そうで、ボクシングはダゾーンでしょ、でDDT とかはアベマ、 DDT ノアで、あと一部新日本はアベマで、新日本プロレスは新日本プロレスワールドあるし、ノックアウトもノックアウト自分のチャンネルですよね多分。もう大人の権利権は難しいですよ。 K-1 がどうなるか楽しみ、グアレカーナがもうさらに閉じるのかね、えどうなんすかね、 K-1 きついっすよね。結局外国人除いたらもうほんと、まあ対抗戦っていう考え方したら惨敗ですよね。最後のほんと山崎、前王者山崎、現王者ノイリ、現王者タケル、この3人が3連敗っていうのは相当痛いですよね、 K-1 にとったら。金子も負けちゃったし、いやきついっすよね。でまあどうすんのかな。でもまあそのプロレスファンなんで、僕はプロレスファン的に言えばそこから盛り返す K-1 を見たいですけどね。僕はここ閉じても開くでもどっちでもいいんですけど、ここからどうストーリー作りを仕掛け人の中村さんがやっていくのかなっていう。中村さんとあとね、出なかった選手はじめ、その木戸康弘選手のチャンネルをさっき朝見たっすけど、木戸さんがもうほんと朝じゃないかな、夕方仕事終わりぐらいに見たかな、泣きね、もう泣きながらさ、タケルのことを思うとみたいなこと言いながら語ってるちゃん動画が上がってたんですけど、そこでもう出なかったけど、次やったら俺絶対選手たち率いて合宿やって出てやるよとか言ってて、僕はねもう木戸もねすごい好きなんですよね、昔から。ちっちゃいキック団体出てて、全日本キックとかねえ、あとどこだ、J ネット違うな、どこだっけな、 MA キックかな、出てた時から見てるっすけど、すごい好きな選手なんですよ、木戸は。ほんと試合も面白いし、あんなキャラでいながらすごいテクニシャンだしね。言ってるの見てて、ほんとね、ここからどう、この出なかった選手含めてね、どう巻き返していくのかなっていう。でライズがここであぐらかいちゃうのか、 K-1 に勝ったぞウェイってなっちゃうのか、ここからじゃあさらに上を目指さなきゃ、で天心いなくなっちゃうし、俺がポスト天心になってやるぜっていう。原口とかね、負けちゃったけど白鳥とか、白鳥なんか同門だからね、もっとここから燃えないといけないですよね、あんな負け方しちゃって悔しいだろうからね。であとまあ天心ってやったら風ね、僕は、まあ、風ねそんなにあれなんですけどね、高い評価はしてないんですけど、でもすごかったですからね、風間もね、勝つと思わなかったな、黒田に普通に負けると思ってた。あ僕も何か、いやもう全然、もう川村さんは試合と自分のコンディション作りに集中されてください。はい、 K-1 は痛いですね、まさかの結果、本当にそうですね。僕ぶっちゃけまあ結構まあ言って僅差の試合が多かったから、まあそれこそ金子の試合も僅差だったしね、僅差の試合が多かったんで、まあ惨敗ってことではないけどね、まあその丸と×の数だけ見たら K-1 がかなり痛い負け方をしたなとは思ってますけど、内容としては本当思ったのが、もっとね偏っちゃうかなと思ったっす。 K-1 の実力が分かんないんですよ、やっぱその外との対抗戦というか、外に出ていく選手が全然いないじゃないですか。ライズの選手はライズとからノックアウトにこう流れてきたりとか、あとライジンに出て
選手やったりとか、あと外国人バンバン呼んできて、ほらそれこそもう超強豪呼んでくるじゃないですか、ノックアウトにしてもライズにしても、それこそロッタンとか、なんだペットパノムルーンとかね、この前の原口とやったああいうのを呼んできてやるから、大体のこう尺度というか実力の物差しがあるんですよね、なんとなくわかるんですけど、 K1 ってやっぱりその基本的にその K1 の中の選手同士でドラマ作って熱い試合を作ってってやってるからね、まあそのふかしとかみたいに外から、ふかしとか村越みたいに外から入ってくる選手もいっぱいいますけど、篠塚とかね、いますけど、まあそれを見てる限りでは確かにまあ強いというか、なんていうのか、レベルが高いなとは思ってたんですけど、実際バリバリのトップどころと同階級とか、まあ1階級前後のやった時にどうなるのかなっていうのが想像つかなくて、めちゃくちゃ強いのか、他団体から北組がそんなにこう一気に活躍できてないじゃないですか、深島も勝ったり負けたりだしね、だからめちゃくちゃ強いのか閉じてる分全然なのかで、ルールも普通のベーシックな、割とこうベーシックなキックルールだったじゃないですか、キックボクシングのルールだったから、なった時にどうなんだろうと思って、だから星がどっちかに偏るんじゃないかなと思ったんですよね、本当もう1勝15敗みたいなとかにもう下手したらなるのかなとか、ライズ全敗もしくはライズ全勝もありえるのかなって思ってたぐらいなんですよ。だけど蓋開けてみたらやっぱり五分だなって、結構もうまあそれこそ野入海斗とかもそうだし、山田康生と安保も、山田康生は1階級下なんでね、1階級下で安保とやっても全然春ぐらい強かったし、もう本当俺は完敗するかなと、サクッと安保が倒して勝っちゃうかなって思ってたぐらいだったんですけど、やっぱり安保がより僕はもう山田康生超好きなんで、山田康生がもう勝ってくんないかなと思ったんですけど、でも普通に考えたら安保が圧勝するよなって思ってたんですけどね、すごい意外と拮抗した試合になって、いい試合して安保が勝ってたんでね、天心さんいないんですよね、それは危機ですよね、強い人は海外目指しますし、抜けた穴どっちもでかい、そうっすね、タケルももう K1 のキックやらないんじゃないかな、K1B 期ですか、圧倒すると思ったらめちゃめちゃ悔しかった、そうそう、そういう方も多いと思います、僕も本当どっちかが圧倒する結果になるのかな、もう本当星が超偏るかなと思ってましたね、だからまあ良くも悪くも、良くも悪くもまあやっぱり K1 もちゃんとレベルが高かったなって思ったっす、格闘技はちょっと目線が違いますが、古くは馬場猪木、武藤三沢、ファンが望んでも実現しなかったカードというものがあり、そういったイフをファンにさせなかったことが今回良かった、そうですね、馬場猪木、武藤三沢ね、武藤三沢は結局シングルでやってないですからね、あと僕が見たかったのは前田と天竜ですかね、天竜さんも引退した時に、あのね、俺も前田明のあのキックっていうのね食らってみたいなと思ってたんだけど、それができなかったから、っていううちにね、やれる相手とはやっておきたいなと思って、で、それで岡田和親を最後に選ぶっていう、ね、かっこいいな、天竜さん、本当にね、天竜源一郎は本当に大好きですね、まあそういう話じゃないですね、僕が天竜源一郎大好きな話じゃないですね、引退試合見に行ってボロボロに泣いてた話ではない、U-NEXT で天竜さんの引退試合に密着した映画が見れるんで、ぜひご覧になってみてください、はい、天理さんが超かっこいいんで、突然92点のものまねありがとうございます、もうセリフを完全再現するのが好き、まあそんなわけでね、素晴らしい試合でしたと、僕は会場に行ってるくせにアベマのペーパービューも買ってるんで、これからちょっと毎日、天心たける戦を見ながら過ごしたいと思いますもう見返すために、いや1週間ぐらい見れますもんね、5日間3日間忘れちゃいましたけど見れるんで、とりあえず見れる間中は毎日見ようと思ってます、はい、いや素晴らしい大会だったな、ほんと、で僕はこれが終わって格闘技のやつが冷めるんじゃなくて、格闘技でこんなに夢を持てるんだっていうのをみんなが確認できたと思うんでね、これから次の天心たけるは絶対いつか出てくると思うんすよ、これからきっとね、マサトとキッドから何年十何年経ってまたこれぐらいの
熱狂を生んだわけじゃないですか、天心とタケルが。きっとね、またね、この10年、20年以内にはね、きっとね、またね、こんぐらいの大会が起こるんですよ。あると思うんですよ、きっとね。わかんないけど。この天心、タケルを見た子供とか、あれをテレビを見て、俺も頑張ろうって思った人が仕掛けてね。その人が指導者なのか、そのお金出して大会を実現させる側なのか、そのスターを作る側なのかわかんないですけど、その実際に戦う側なのかね、脇を固める選手なのか。今回は本当天心尊の脇を固める選手も本当いい選手が揃ってたじゃないですか。今本当すごいいい選手が揃ってんですよ、国内に。その世界に出た時の実力がうんぬんじゃないんですよ。観客というか見る側、ファンを魅了できる選手が今いっぱいいるんですよ。ノイリー・マサキみたいに、もう本当皇帝のような強さ、もう本当他を圧倒するあの強さで魅了する選手もいれば、朝倉未来みたいなね、ああやってそのやり方、うまさというか、その自分のストーリー作りのうまさ、自分作りのうまさ、ブランディングのうまさで強くな魅力を持つ選手もいれば、で全てを持った那須川天心とタケルっていう男もいるし、でその下に続く選手が、だからそうだ、天心タケルの話じゃないんで、もう天心タケルがすごすぎてそっちの話いっちゃうけど、でその天心がライバルと認めてる実力者のシロだったり、一時は天心よりも強いんじゃないかって言われた鈴木雅彦だったり、天心に勝てる、今の雅彦だったら勝てるって言われてたぐらいのね、強さを誇ったっていうか、まあ、今もすごい強いんですけど、鈴木雅彦もいるし、ライズにはね。で外国人もいい選手いるじゃないですか、マハムド・サッタリとかね面白い試合するじゃないですか。アリーナ若手選手は多いと思います、本当。そうそう、東京ドームができなくてもアリーナを埋められる選手はいっぱいいるんですよ。埋められる選手というか、埋められるぐらいの魅力を持った選手は今すでに現段階でいっぱいいて、そうそう、原口健人とかね、それこそ、あとまあいろんなネガも多いけど、アンポもそうだし、アンプルキアもそうだしね、山崎秀明だってなんか男臭さですごいファン多いじゃないですか、カリスマだって。僕も山崎のファイトスタイル超好きだし、昨日だって原口にあんだけ打たれても最後まで結局倒れなかった、山崎の根性にほんと感動したし、原口の強さもすごいなと思ったんですけど、まあでも早くレフェリー止めろよって思ったんですけどね山崎ぐらいの年になったらあんなに打たれたらほんと壊れちゃうよ山崎がと思って、まだやめてほしくないのにと思って、早く止めろと思って見てましたけど、とかね、ほんといい選手が多くて、もう素晴らしいタイミングなんですよ、この天心タケルをやったタイミング。もうほんとタケルも油の乗り切って、30歳でもう油乗り切ってね、とってもも う、ピーク中のピークじゃないかもしれないけど、油の乗って本当味が出てきてるんですよ。強さだけじゃない、味がもうね、タケルには味がある、本当天心にない味があるんですよね、やっぱ30男の味が。タケルさん、天心さん、もう一度見てほしいおすすめのベストバウト。天心のベストバウトか、エバタルイかな、最近ので言うと。もう本当鬼神のごとき強さの天心が見れるっすね。あとは天心で言ったら誰だろうな、名前忘れちゃった、名前が出てこない、見に行ったのに、今ちょっと酔っ払ってるんでね、ですね、あ、そうそうそう、天心と内藤大樹ですかね、内藤大樹か、内藤大輝、大輝、内藤大輝だったかな、内藤大輝と天心の2回目と、エバタルイ対天心対エバタルイですかね、ライジンでやったやつは、もうほんと天心の鬼のような強さが見れる試合ですね。いい試合っていうのだと、拮抗してたいい試合っていうんだと、なんだろうな、なんだろうな、でも面白かった、しょっぱかったって言われてるけど、僕が的に面白かったのは天心対シロの1回目かな。
これは天心が輝かなかった試合なんですよ。シローがもうほんと天心対策をバッチリやってて、天心が天心の試合を全然できなかった試合なんですよね。で、2回目は天心がそれをやり返したって感じでしたね。シローがやりたい試合をやらせなかったって、どっちの試合も判定ですけど、すごい見応えある試合でしたね。シローすげえなって思ったのと、でそのすげえシローをさらに上回ってくる天心、やっぱすげえなって思ったのと、タケルはなんだろうな、タケルも熱い試合が多いけどな、スーパーフェザーに上げて最初のあのトーナメントの時の試合は全部すごいっすね。初めて階級上げて、でこのメンツ試合させんのっていうトーナメントがあったんですけど、その時のタケルの試合はマジで全試合すごいっす。私はプロレスファンなので昨日の試合間違いなく見ていたのは清宮が何かを感じてブレイクをした。ああそうっすね、清宮ね、今度武藤とシングルマッチありますからね。最後の最後で武藤を超えてほしいっすね。もうこれ超えられなかったらもう次ないから、結局武藤を超えられなかった清宮で終わっちゃうから。ボクシングシューズとかファッションになるんですかね。昔の、ありましたね、ありましたね。ムノカオルでもあったし、あと、中田秀俊のやってた、ブランドって言っていいのかな、なんかコンセプトウェブみたいなのがあったんですけど、そこで販売されたのにも、レスリングシューズがありましたね。レスリングシューズ履くの全然ありじゃないですか。でもただレスリングシューズの良くないとこはソールが死ぬほど薄いんで、アウトソールの薄っぺらいゴムソールのアウトソールのみみたいな。僕もね、昔一足持ってたんですよ、レスリングシューズ。コンバースのオールドのレスリングシューズを、ナンバー44っていう昔原宿にあったショップがあって、古着とかリメイクとかのセレクトショップだったんですけど、そこが別注で出したコンバースのレスリングシューズ、それもソール割れて捨てちゃったんですけど、それ持ってたんですけど、まあソールが薄いんでね靴下で外歩いてるぐらい薄いんで、そこがネックですねそうね、いや本当でもね、天心と武尊の試合どれ見ても面白いっすよ。やられてる試合も勝ってる試合も負けてる試合も面白いっす。本当あの二人の試合、本当何の試合見てもね、見どころがすごいいっぱいあるっすね。ボクシングシューズとかアンブッシュあたりが再構築していいですか。ああ出そう出そう、ちゃんとソール厚くしてくれればね、ファッションとして全然成り立つと思います。武蔵はやっぱり、あそうだそうじゃん、レオナ戦あるじゃんそうっすね、武蔵は武藤武蔵っつったらタケルねブで感じくるともう武蔵に見えちゃうっすね、僕ぐらいの年になると。はい、タケルはやっぱりレオナ戦、そうっすね、タケル、レオナ、タイガーの1回目、あと小沢カイトね、小沢カイトの全盛期ですね、小沢カイトのキャリアのピークタケル戦のね、あの時がキャリアピークですね。でもね、スター選手ってもう本当、レオナもタイガーも小沢カイトもめちゃくちゃ輝いてたじゃないですか、タケル戦。やっぱね、スター選手って相手も輝かすんですよ、プロレスでもそうだけど。天心もそうじゃないですか。天心に負けた選手、その後どんどん強くなってるじゃないですか。それこそさっき言った内藤大樹だって、天心に2回負けて、2回目負けてから1行って、で、1ではもう本当タイトルマッチやるぐらいのトップコンテンダーになって、タイトルは負けちゃいましたけど、トップ選手になってね、世界で名を轟かせてて。で、藤田大和、ライジンで名勝負繰り広げた藤田大和だって、MMA 行って今ディープのチャンピオンですしね。本当天心はやった選手もちゃんとこう注目させて輝かせるし、でタケルもそうで、やっぱレオナも、昨日は負けちゃいましたけど、やっぱタケルに次ぐK1 の中柱選手になったじゃないですか。タケル戦を経てじゃないけど、タケル戦っていうのを目標にしてね、でタケル戦でやっぱり負けたには負けたけど、やっぱりすごい評価の下がらない負け方をして、でむしろこうレオナはやっぱり強えなってみんなに思わせたし、タケルに膝つかせましたからね。でタイガもやっぱりタケルとライバル関係があって強い強さをこう定着させたというか思ったし、小沢海人だってタケル戦での奮闘があったから、やっぱり今も最近負け込むことも多くなっちゃったけど、
小沢海人って一つのブランドになったし、ファンも獲得したし、相手を輝かせて奪い取る、それが面白い。そうそうそう、ほんとそう、そうなのよ。で、そう、相手の評価が下がんない勝ち方をするんだよね。やっぱ相手のその持ってる 120% を引き出すから、あのタケルとか天心は。で、すごいいい試合をして、で、相手の 120% 引き出させた上で、あの、上回って勝つから、それがすごいよね。あの、本当にあの二人は本当にすごい、本当にスター選手だなと思って、トップ選手だなと思って、昔見てた、本当マサトとかよりすごいんじゃないかなって思いますよ、本当に。それでね、こう団体の垣根、分厚い団体の壁がある中で二人でこう高め合って、もう本当あの最後に判定出て終わって、二人でこうリングで泣きながら会話してるあのシーンのが、もう本当これが全てだなと思って、よかったなと思って、やってよかったんだなって思ったっすね。106分も話してるまあそんな感じで、月曜日ですしね、そろそろ奥さんも帰ってくるかな。今日は仕事仲間と食事に行ってるんで、なかなか帰ってこないんですけど、全然連絡もないし、行った時に送った LINE にも記録もつかないしね。結婚も2年目に入るとこんなもんですよ、本当にこんなもんなんだよ。まあそういうことですね、はいそろそろ落ちます、落ちますから、ね、熱中症に注意して、こまめに水分取れて、あ、こまめに水分取りましょうね、皆さんもね。はい、そんなわけで私も今日は終わりましょう。はい、そんなわけで皆さんお付き合いいただいてありがとうございましたね。アベマでそのうち配信されるんじゃないですかね、全試合もね。そしたらぜひ全試合ご覧になってください。違法アップロードはみんなで通報しようぜ格闘技界の未来のためにも全部通報しましょう、というわけで、はい、そんなわけで、コメントあらしまい、そんなことないですよ。もう川村さんのやっぱプロ目線からのコメントが本当にあるとね、ただ素人のおっさんが酔っ払ってうだうだ管巻いてるだけの動画になっちゃうんで、ありがとうございました、本当に。試合頑張ってください。僕あの選手に頑張ってくださいっていうのすごい嫌いなんですよねただですね、だ絶対頑張ってるから、もう頑張ってるからもういうのはあれなんですけど、本当体に気をつけて、あの全力の試合を楽しみにしてますので、はい、というわけでまた飲みに行きましょう。あの減量終わったら飲みに行きましょう。はい、そんなわけで終わりたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。いっぱい動画も最近ね、割と動画上げてるんで、ぜひチェックしてみてください。プーマの動画上げてるんで、そんな感じで、まあ皆さんのね、格闘技ライフ、そして、スニーカーライフが素晴らしいものになりますように、あと私生活ね、健康で、まだまだいろいろありますんで、暑くなって体調崩さないように、されてください。というわけで、じゃあ今週も1週間頑張りましょう、というわけで、この辺でお会いしたいと思います。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。ピース。